ラミアさんは結構やばい人だと思う。喋り方の怖いもんなんか見て、うん、本当の障害者やべえな。一級の場合やべえな、やっぱ障害者手中一級はやばい本当に、うん、あの人は一級でいいよ。一級ってちなみに隔離病棟レベルだからね。一級は隔離病棟レベル。ここには関心ねえかな。声がおかしい？嘘。マイクかな？あ。変。あ。なんだろう。マイクかな？声変。またお化けかな？どんな感じにおかしいの声。今 OK？ マジで？マジで言ってる？また霊障起こってんの？いや、何もいじってないよ、俺設定。まあ、見ての通りパソコン距離結構あるから。いや、お札買ったんだよ、彼女が。話していい？あのこと。あの、彼女指怪我したとき、彼女、その霊感あるんだけど、霊に押されたんだって。ドーンって。この部屋で。それで指切っちゃったんだって。そう。で、あんまりにもあれだからっつって、彼女お札買ってきて、今貼ってあるんだよ、お札。うん。だから今日彼女もすごいよ。あれ。あ、ごめん、こん中落としちゃった。うん、ほら、数珠とか持ってきてるもん。お祓いグッズガチで持ってきてるから。うん、ほら、うん、逆に呼び込んでんの。ボヤボヤって音がもたつく感じ、俺のイヤホン悪くなってると思ってた。うん、昔からでもね、霊感ある人俺の部屋とか俺によく霊がつくっていう話はよくするんだよ。みんな子供の頃は見えてたんだけどね、今は全く見えない。なんだろうね、また霊障起こったのか。まあ、匠さんが多分動画に上げてくれるでしょう、うん、お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。